dispense with the introductions and get straight to the killing. Today, Ninja Gaiden 3, is龍の忍者の宿命を背負う龍ハヤブサが、守るべきものと戦うの切るべきものという2つの間で、葛藤を感じるストーリーになっています。今回初めて龍ハヤブサが彼の、戦いではない、心優しい素顔を通して、彼の人間性というものにも迫るストーリーになっています。彼の、苦しみや、悩みというものを乗り越えて、それでもなお敵と戦っていくその姿を新しいダークヒーローとして描くストーリーです。 How many lives has that hand taken? Hundreds? Thousands? It's in your arm! Perhaps you can hear their sorrowful wails? Enough! 本作の忍者ガイデン3で用意されたストーリーに対してハヤブサのキャラクターデザインで大きくコンセプトとして変わる点は2つあります。まず教師といって今回のハヤブサは右腕にこう日々の呪いのような錬金術っていうところがテーマであるんですけど、そのウロボロス蛇の呪いであるところというようなモチーフがこう竜の忍者としてドラゴンのような裏っこがこう腕の方をまとわりついて自分の顔や頭や胸に目がけてこう呪いが浸透していくっていうキャラクターデザインで落とし込まれているんですけども、今回ストーリーでそのハヤブサの業っていうところがスポットライトが当たっていて、今までそのハヤブサが切ってきた人間のその思いであるとか、 Look at your right hand! That is the symbol of all the lives you have taken! All the people you have killed! Make no mistake! You are an assassin of the darkness! 切った自分の思いであるとか切られたものの思いっていうところがこう呪いとしてこう右腕にまとわりついている。そこで今までのその自分の人を切ってきたっていう業にこう向かい合うっていうところがこうストーリーで描かれるので、キャラクターデザインとしてもそこの右手にこう目がいくような、とてもこうグロいといいますか、ちょっとすごい形相の右手のデザインを用意しました。ジングラン・マルオ Tell Hayatea said thanks. You should have someone in the village take a look at that arm. I will. There's something I need to finish first. 前作と同様、無慈悲な殺人者としての一面を持ちながら、内面を描く人間ドラマとして、描いております。特に今まで切ってきた人たちが業として両肩に乗っていくものを、表現したいと思ってます。The curse of the dragon sword is the karmic retribution for all the deeds committed by the dragon clan over these countless generations. But there are times when we must face the darkness and overcome it, or else. 過去の今までハヤブサはどういうことを思っていたんだろうっていうところが、過去のタイトルだけで分かりにくかったかもしれないですけど、今回のタイトルでそのアンマスクしてそのハヤブサの表情を見せながら人にどういう顔を向けて話すのか、マスクを隠してどういう気持ちで人を切るのか、そういうところにこう注目してもらいながらプレイしてもらえると、龍ハヤブサというキャラクターを身近に感じつつ一体感を持ってプレイしていただけるんじゃないかなと思います。Mizuki McCloud, Japan Air Self-Defense Force Special Security Unit。 ミズキというキャラクターは、自衛隊員で、航空自衛隊の隊員として活躍している女性のキャラクターです。女性自衛隊員のキャラクターです。彼女は、イギリス人とのハーフの、キャラクターで、彼女の出生にも、大きなストーリーに絡む秘密が隠されています。 Call me 石神。石神というキャラクターは、防衛庁の上層部から派遣されてきた人間で、彼自身、龍ハヤブサをイギリスへ行くことを要請してきます。はい。Yesterday, an unknown group launched a terrorist attack in London. They've taken control of the area around the Prime Minister's residence. イギリスで起きたテロに対してハヤブサの、協力を要請するという、シーンから物語が始まります。Show him the video.
It's you they want. Ryu Hayabusa.宿敵となるライバルのキャラクターは、赤いローブをまとった、仮面の男というキャラクターがいます。彼はその姿を見て分かる通り、その素性も目的も謎に包まれています。 I've been waiting for you, hero. またライバルキャラとして登場する仮面の男ですが、彼が、錬金術を使って攻撃してきます。Ah, an alchemist. Born again in the here and now. 彼は、リュウ・ハヤブサが苦しむ姿を見て、その姿を、見てより彼を苦しめる言葉を浴びせ、彼は優れた、剣術を持って彼自身戦いの中でもリュウ・ハヤブサをはぐ、阻む、キャラクターとして描かれています。The time for talk is at an end.